帰りたいなら思い出さなきゃ。またあれだ。頭がざわざわ？うん。魔物の数は増えている。俺も何かに干渉されてる。これも異変か？そういう可能性はあるかもね。今までにないならなおさら。解決するには異変の原因を倒すしか。なるほど。それが狙いか。どういう意味？妖精の言葉を信じるとろくなことがないからな。あんたの狙いが何か知りたかった。私があなたを騙してるって言いたいの？そういうわけじゃない。ただ俺が妖精不信なだけだ。何それ。ま、いいけど、そんなに疑うなら自分の目であちこち見てみたら？ああ、そうさせてもらう。あ、ちょっと待って待って！ねえ、せっかくだから、あなたの名前、教えて。妖精なのに、俺のことを知らないのか？え？あなたってそんなに有名人？サインとかもらっといた方がいい？Thank you.